とちょっと話雑談してたんですけど、あんま重たいの持たないって言ったけど、はい、持てないとか言ってたですね。持てない、でも、まあ、持たない、この体やったら持とうと思ったら持てますよね。ちょっとがむしゃらにやれば、怪我の心配があるって。そうです、やっぱり怪我が怖いですね。でもはっきり言って重量と体は関係ないでしょ。そうですね、まあ手段の一つですね。重量持っててでかい人いますよね。まあいます、それは。重量持ってて、まあビルドアップ体じゃない人もいますよね。いますね。それはだからそこですよね。だから初めて 4,5 年なんですよ、まだ。まだ、いやもう5年は経ってないですよ。3年ちょっとぐらいです。でそれで吸収ね、2年ぐらいで吸収3位になったっていうのはやっぱり重量こだわらなかったことだと思うんですけどね。そうですね、まあ、それがまあ重量こだわらない人がみんなそうなるわけではないですよ、もちろん、はい、ただ考えてですね、重量を持たない方がトレーニングにバリエーション使えますよね。まあ意識はかけやすいかなと、うん、だから重量持てないから持たないっていうのもね、この体やったら説得力がある、からですね。もうちょっと上行ったらいいですね。でも言う必要もないですよね。分からない人には分からないからですね。持てたいけど、まあ持つことが目標ではないっていう。そうです、手段ですよね。手段。あの重たいの持って筋肉を大きくする方法はありますよね、はい。それを否定してるわけじゃないからですね。はい、だからそれも大事ですね。うん、だから闇雲に私が軽いの持ってっていうじゃないんですけど、まあそれでもそれも違いますよね。別に軽いのじゃなくてもいいですね。持ちたかったら持ってもいいですよね、はい。手段だからですね。だからまあ基本的にでも重量は持たないんです。狙ってない。でも上がったら嬉しいと。そうですね、まあ、上げようとする努力はしますけど、まあ、下げることも一つのパターンかなと。そうですね、まあでも上げ方ってあるでしょ、はい、重たいのは同じフォームでやっぱ上げてますよね。同じフォームを維持してる人だったらですね。そうですね、でも重たいのを上げるフォームってのあるでしょ。ありますね。だからそういうそれを目指すか目指さないかの違いだけだからですね。そうですね、多分うち軽いのがいい効かせるトレーニングっていうのはあの分かる人は とても分かると思うんですよね。だからそれをやるかやらないかの違いだけだと思いますよ、はい、別に高重量でやっても別に関係ないからですね、はい、それはあれだけど、まああれですよね、本当、言われるように手段ですよね。手段の一つ、うん、まあでも私はあのね、3、4年前から知ってるけど、やっぱ重量こだわらなかったことが進歩が早かった原因だと思いますよ。そうですか。あとは もちろん体質もありますよね。それと食事ですね。そうですね、うん、適切な休息と。そうですね、体を休めるのもトレーニング、まあ、もちろんそこですよね。そこができるかどうかですよね。他のことで気を紛らわせないってことですね。ですね、まあ環境ですよね。環境が一番アマチュアのスポーツですからね、大事でしょうけど、それで今年出てもっと良くなりたかったら、もう答えは一つですね、集中力を上げるってことですよね。そうですね、集中しなきゃいけないですね。だから重量を持ってる人は集中してるように見えるけど、実は集中力ってまた別ですからね。仮のでも集中できるわけですからね。そうですね、だからその辺は分かってるからね。集中するために休息でしょ。まあそれ次のトレーニングのために、そうそう、休息するわけですからね。しっかり休まないとですね。だからね、まあすごく、まあ最初からあんまり重量持たれてなかったからですね、まああれですけど、まあちょっと上からアドバイスすれば集中でしょ。はい、アドバイスする必要もないことですね。分かりきってますよね。そうですね、だから、はい、うちが聞かせるトレーニングって良かったのは、人によって集中力とか違うんですよ。まあそこは人が決めることですからね。自分の主観でどのぐらい集中してるかっていうのは、うん、難しいこと言いますね。いや、そのでも自分が集中し、あ、トレーニングやってきたらみんな自分が集中してると思ってるんですよ、はい、そうです全員思ってるんですよ。全員思ってます。私それ気づいたんですよ、はい、ただ旗から見てて集中力って差がありますよね。あります。だからこれやってる人だったら自分が集中してるとは思わないですね、まだね。だからね、あの人とか集中してるでしょ。そうですね、喋りながらでも集中できるじゃないですか、はい、でもっと集中力がある人がいるでしょうからね。だからその辺が分かって、重量持たない方が集中してるかどうかがまた分かりやすいと思うんですけどね。まあそうですね、まだ集中できるでしょ。まだできますね、はい。できます。それは伸びる要素ですよね、と思いたいですね。どうかどうかは分かんないですけど、まあ、結構知的ですからね。いやいやいや、あ、外見はですね。だからこういう話はでも通じますよね。もちろん、だからそれはそのあれですね、どこまで集中するかの問題だけですよね、はい、で高重量で集中するとやっぱ怪我はしやすくなりますよね。そうですね、リスクは高いです、ね。まあ、もちろん高重量トレーニングはうまくはしないですけどね、はい、そこですよね。だそれでもバッチリ効かせる人は効かせます。あ、適当にあの高重量やって怪我する人はやっぱり高重量トレーニングが下手なだけですよね。うん、で自分さっき言われたように自己観察が足らないというだけですよね。
だからまあちょっと熱く語ったけど、あんまり見てないですからね、この YouTube ね。だから人を見てる人は見てるんですよ。しっかり見てますよ。見ててね、ちょっと嫌な思いする人は、ね、小次郎好きな人が、ね、いたとしても、はい、それは関係ないですからね。でそういう人はそういう人で頑張って怪我しないようにですね。小次郎も大事、軽いのも大事。まあ、そこでまとめられるとね、高重量は俺にとっちゃ大事じゃないですね。特に高重量やると周りに迷惑でしょ。まあそうですね、時間も取っちゃいますし、うん、だからいやで、あ、そうそう、高重量を持って体が良くなってると思うと回り道してる人がたくさんいるんですよね。あ、私もずっとやっててやっぱり、はい、あの、あ、高重量持ってでかい人がいるからその人を真似して、うん、ものすごく回り道してドロップアウトする人たくさんいるでしょ、うん、どっか行ってしまう人、はい、さっき言ったようにやめないことって言ったけど、はい、もうあのスクワット250持ってる人を真似したらやめざるを得ないでしょ。まあそうですね。でも250持つ人は多分でかいですよね。でかいですね。だからそこに行かないことだと思うんですけどね。そこは人のあくまで他の人の話ですからね。まあそんな感じで、はい、まあ、またこういうお話を聞かせてくださいよ、はい、ね、のんびり。いやいや、もうなんかものすごいあれですね、外見知的ですよね。そここだわりますね。でも知的な部分を他に向けた方がいいかもしれない、ね。こんな筋肉がねでかくなるとかね、そういう部分に向けるとじゃあまよく、そうですね、まあ、いいこともあるかもしれないですね。あ、真面目にふざけようかなと。ああ、じゃあなんか、うん、そうですね、トレーニングとは。そこまた来ますか。うん、遊びだけど、うん、遊びでもないか、休憩だけど休憩でもなく、なんだろうな、うまく締めれないですよこんなの。ありがとうございました。